もう終わるか。そんなここまでとは。強すぎる。今までに見た中でも桁違いなくらいに。ナンバーは正面からでは分が悪すぎますわ。あの女騎士はなんとか捕らえたが。まさか学生ごときに不覚を取るとは。しかもアルゼイド家の娘相手に。なんたる屈辱。おいおい、手を抜きすぎだろ。確かレーベのアホから1本くらいは取ってなかったか。まあ100本中1本くらいでしたけど。じゃなくて少し足を滑らせただけですわ。ひょっとしてお前マジってやがるな。何のことだ。いや気づいてないなら別に。その程度だったらたかが知れてるだろうしな。あ、一体何よ。そんじゃあとは任せたぜ。踏んづかまえて公爵に渡すのはお前さんだけで十分だろう。ちょっと待ってください。さすがにこの数は少しは手伝ってくださいな。だから面倒くせえんだって。もう少し熱くなれる相手がいや、ともかく。だったらお次は私が相手をしましょうか。あ？この声、やっと来たか。とは。なんですの。やれやれ、急いだ甲斐があったわね。ここまで化け物じみた相手が来ていたなんて。あんたはサラ教官。遅くなったわね。私が来たからには君たちに指一本触れさせないわ。7組の担任教官としてね。教官。永久遊撃士、自伝のバレスタイン。へえ、聞く名前だな。ナイスタイミング。夢じゃないわよね。まさかユーシス、そなたが。あるルートから極秘裏に連絡が取れてな。万が一を考えて保険をかけていたわけだ。そうだったのか。サラ様、ご無事で何よりでしたわ。はいはい、そりゃどうも。この子たちのために蛇の仲間相手にやり合ってくれたみたいだし、一応感謝しとくわ。まだやる気ですの。遊撃士風情が加わったくらいで状況は変わりませんわよ。だがまあ、やっと面白くなってきたぜ。人里もなさそうだし、本気を出しても良さそうだな。あ、いけない。Thank you.
ルバリア公爵。父上、それにあるの？置き手紙。おいおい公爵さん、邪魔してくれるなよ。せっかく突きかけた火がしけっちまうだろうね。手紙に記した通りです。自分は7組の仲間と共に自分自身の道を行きます。あくまで父上や兄上とは別にアルバレアの在り方を見極めるためにも。ユース、開けちまった。あと好きにやってくれ。あなたはもう。リンさん。ああ、どうやら出番みたいね。彼を呼ぶんだ。ここが正念場。お願いします、リン様。来い。灰の騎士バリマール。おう、行けよ。
わ。この調子よ。さあかかってこい。そこだ。はっ。私の番だな。チャージする。私のバンダム新規発動。しばしおさらばです。兄上にも
よろしくお伝えください。願わくばはユミルのような無法をこれ以上犯しませぬよ。アルノ、連れ出した馬は丁重に屋敷に戻してやってくれ。憎まれっこ世にはばかりと言うし、無事だったのもうなずける。お前の方こそあっさりと両方軍あたりに捕まったかと思ったが、悪運だけは強いらしいな。何を